2024年6月2日日曜日東京アリーナ立川立秀の開催が決定したブレイキングダウン12のオーディション動画が5月5日日曜日より朝倉未来の YouTube チャンネルにて公開された1日おきに合計5本写真家電も2023年11月ブレイキングダウン10で萩原裕介に K を大負けして以来の出場となる9日に公開された オーディションボリューム3で審査員の瓜田潤氏が「今日俺会場に一人呼んでるやつがいて」「どうしていいですか?」と呼び出したのは「ザ・アウトサイダー」でスターとなった「貧の狂犬」こと黒石貴寛。2023年11月23日の「ブレイキングダウン中にて黒石は「負ければブレイキングダウンからの引退」との条件で安藤かのかと対戦。 延長戦で安藤の右フックにダウンを喫し、判定4ので敗れた。ダウンを喫したにもかかわらず、黒石にブレイキングダウン卒業をして欲しくないとの気持ちの現れか、オーディエンスジャッジ、視聴者投票は黒石を支持していた。ウリタは、前回、彼が引退をかけてやったじゃないですか。実はあれからずっと引っかかっていて、彼の試合後に、本当に引退でいいの。 で何回か確認して、そうしたら彼の方は、まだ全然燃え尽きていない、と。それを聞いたときに、ただもう、てめえで言ったことなんで、で、俺に強調してきたので本当にそれでいいのかなって頭悩ませてた部分があって。彼が今後、ブレイキングダウンでもう一回やりたいのかっていう意思確認をまずしたかったんですよね、皆の前で、と、黒石を呼び出した理由を説明。 答えを求められた黒石は、正直、やりたいはやりたいです。ただ、引退をかけると自分で言ってそれでやっぱり引退したくないですは格好悪すぎるので、それがずっと心に引っかかっています。これが正直な気持ちです、と話した。その言葉を受けてウリタは、彼はブレイキングダウンに来る前にアウトサイダーで本当に活躍していた選手なので、 それが自分の言った約束に縛られてこのまま下がってしまうのはあまりにももったいないなって気もするんですよね。というと、黒石に、俺とやらない。と対戦を持ちかける。俺は広大に対して記者会見で喧嘩を打った過去もあるし、アウトサイダーの旗揚げ戦から一緒じゃん。俺がずっと行儀悪いことばっかりやっていたから、俺はずっとアウトサイダー組に引け目があったの。今初めて俺もちゃんと練習したり、 俺なりにやっているからさ。もし俺でよければ、俺が黒石隆弘と戦うことで一回引退を撤回してもらえたらなと思って、と、自分と戦って復帰しないかと提案した。溝口空も、僕たちの意向は売田さんと同じ見解です。とし、決断を求められた朝倉三 c EO は、まあ、いいカードですしね。決定ですね。黒石さんが良ければ、と決定と認めた。 黒石は笑顔を見せると立ち上がり、めちゃめちゃかっこ悪いですけれど、ぜひよろしくお願いします、とウリタに頭を下げてから握手を求め、ウリタも恨みも何もないけれど思いっきりやろう、と全力で戦おうと握手を交わした。